はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋信友です。今回はウルトラマン Z 3話と仮面ライダー01、37話、そしてキラメージャーの13話、そしてポケットモンスターの、27の一括感想でございます。わーい。まずウルトラマン Z 3話の感想です。まあ、3話の感想としては、今回ゴムの回だったんですけど、まあ今回のゴムは花粉に何すると思いました。なんでゴムラが花粉をへのかわからねえっていう感じの回でした。という回の感じです。ゼロワンの37話エズボジンの初めて発見したから、キラメージャーの13話、まあ今回やっと謎を解ける感じの回でしたっていう感じ。兄さんの兄だったのが、ウプヌシさんびっくりしましたか。っていう感じです。でも最後ポケットモンスターの2019の27を完成ですけど、ダンテ界でしたね。いや、ずっと意味ないんだけど、言い返したとしか言えません。ちなみに、まず、ウルトラマン Z は YouTube で3話確認しました。キラメージャーとゼロマンでは、東映ファンクラブのレポートで、ポケットモンスター、2019は、27話、フルで確認してますので、公式で見てるのでよろしくお願いします。ということで、ざっくりした感想をまとめましたけど、こういうふうなことが多いかもしれないですけど、よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。